JR 西日本本社ビルは大阪府大阪市北区柴田に所在する西日本旅客鉄道の本社屋である。西日本旅客鉄道は1987年から1992年までは旧大阪鉄道管理局庁舎を本社屋としていた。日本貨物鉄道関西支社も同じビルに入っている。大阪府大阪市北区柴田2丁目4番24号に 所在する本建物は、1987年4月1日に設立されて、以来、旧大阪鉄道管理局庁舎を本社屋としていた西日本旅客鉄道の新本社屋として計画され、1989年11月6日に、非公式、1991年6月12日に、上等式、1992年3月16日に、 竣工式がそれぞれ取り行われ、旧大鉄局長社からの引っ越しは1992年3月27日から行われた後、同月30日に移転が完了し、しを開始された。1992年9月7日から同年12月末まで、旧大鉄局長社の調度品などを展示する催しが開かれたことがあった。規模は、地上13階、地下2階建てで、屋上には、 九大鉄局長社の屋上から移転された鉄道神社がある。一階ロビーの中央には、長谷川東鉄作の千鳥が飾られている。また、理想な銀行が友人店舗を構えている。鉄道省の鉄道局の一つとして、神戸に庁舎を置いた神戸鉄道局が大阪に庁舎を新築し移転することになったので、その拠点となる大阪鉄道局長社として、 大阪駅構内の地において1926年12月5日に寄港され、1928年3月31日に竣工し、同年4月25日落成式が行われた。同年5月1日神戸鉄道局は大阪鉄道局に改称され、神戸鉄道局庁舎からの引っ越しは、同日から同月7日にかけて行われた。戦後も引き続き、日本国有鉄道の 大阪鉄道管理局庁舎として使用され、国鉄分割民営化なった1987年4月1日からは、西日本旅客鉄道の本社屋として使用されるに至り、同日には民営化を祝う開業式が、大阪駅側の正面玄関前で行われた。国鉄分割民営化後、国鉄の土地建物の処分を行う国鉄、生産事業団は本、建物を解体撤去し、 さらちにする意向であったため、平成元年度に西日本旅客鉄道は新本社屋の建設を決定するに至り、新本社屋 JR 西日本本社ビル完成後の1992年3月30日に移転作業が完了した。その後、建築家などによる市民団体明治建築研究会は保存を求めていたものの、1992年夏以降取り壊され、 正面玄関の装飾及び水銀等、柱などの一部は交通科学博物館に送られ、保存された。清水建設による解体工事中、倉庫から約1億通りの組み合わせを持つダイヤル城で施錠された金庫や米国、ニューヨークのハリントン社で1900年代に製造されたピアノなどが発見され、また壁の解体中には建設中に埋め込まれた。 新聞が発見された。このうち金庫は専門家によって開場されるも中は空だったとされ、ピアノについては奈良ホテルでアルバート・アインシュタインが演奏したもので、第二次世界大戦で日本が敗戦した都道ホテルが占領軍に接収される直前日本建物へ運ばれたとされる。跡地は暫定的利用として2年間の期限付きで、 国鉄生産事業団から東洋不動産に1日99万円の時代で賃貸され、同社運営のゴルフ練習場、大阪梅田ゴルフドームが1994年6月9日に開業し1996年6月15日に取り壊された後、1997年3月3日に行われた建物提案方式による入札では、三越、富士火災会場保険の組、 パルコ、西武百貨店、積水ハウスの組、ヨドバシカメラの3社が競り合った結果、ヨドバシカメラが1010 10億円で落札し、現在この地にはヨドバシ梅田の店舗が建っている。鉄骨鉄筋コンクリート構造の地上5階、地下1階建てで他に、東爺があり、建築面積約4800平方メートルにして、竣工当初の延べ床面積は2 4 4 0に、 平方メートルであって、屋上に近い層分の増築をするだけの基礎工事がなされていた。平面計画は中老化形式で広い中庭のある六角形。外観は茶色のスクラッチタイル張りで、腰には、達山石及び達山石木石が用いられた。設計は、鉄道商工務局建築家、監督は神戸鉄道局工務課。設計主任担当は、伊藤茂。 構造設計担当は長田茂明。後年には屋上に幾多の増築が見られた。1939年により屋上に設けられていた鉄道神社は JR 西日本本社ビル屋上に移され、1992年3月25日に JR 西日本本社ビルの屋上にて引っ越し式が取り行われた。 旧大阪鉄道管理局長者に関するカテゴリー、ありがとうございます。